どうもどうも、7月はパチンコパチスロトータルで負けたマンでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2022年8月2日でして、週刊少年ジャンプ35号、読み切り、霊媒師の心理学、桜井辰樹先生の読み切りの感想です。本来ならば昨日、この感想動画はアップしようと思っていたんですけど、寝てしまいました。申し訳ございません。それでは、霊媒師の心理学の感想を話したりしようと思ったりします。はい。読んだ感想としましては、霊媒師とありますけど、除霊ものというか心霊ものというか悪霊を倒すやつの感じの話なんですけど、心理学とあるように、主人公の霊媒師は、心理学の知識を持っているやつです。で、なんでそんな心理学なんていうのを、習得してるのかっていうのが、主人公の生い立ちのあたりが物語のキーの一つになってくるんですけど、よくある設定の漫画であるなぁと思ったりしました。ただその霊媒師という、職業の設定として、最初から霊媒師を目指すやつはいなくて、何か人生で挫折があったりした時に霊媒師と出会って、結果として霊媒師を目指す。その関係で前の仕事の前職の知識とかを生かして、適材適所で霊媒師の仕事をするみたいなあたりが、ちょっと新しいなと思いました。霊媒師お仕事漫画という感じでしょうか。その他ですね、読んでいた印象として、なんていうか、その作者は多分この作者紹介ページを読むだに、生まれとか、1999年生まれですから、23歳、23歳、10月22日が誕生日ですから、まだ22歳若いですね、いいですね。作者はかなり、私からすれば若者の作者なんですけど、なんというか、もっともっと漫画しているというか、この極端な表現とか変なキャラクターとか漫画ならではのことが起きてもいいんじゃないかななんて思いながら、結構その静かというか、すっきりした絵柄で、そんな印象がありました。なんでしょう、多分おそらくデジタル作画なんだと思うんですけど、いい意味で若さを感じないっていうと変な言い方かもしれませんけど、非常にストイックというか、ガツガツしていないなんていう印象があったんですけど、物語の中では主人公の、生い立ちであるとか、あるいはその起きた事件の背景とか、そのあたりは読んでいて、読後感もいい感じで、悪い気持ちにはならない、感じの読み切りだったと思います。で、この作品自身を最終的に、どういう作品かっていうのを考えた時に、霊媒師バトル漫画っていうよりもお仕事漫画よりの除霊漫画っていう感じかなと思って、ジャンプで連載があった漫画で考えてみると、コメディをやらない御霊セキュリティかななんていうふうに思ったりしました。そう思ってしまうと、これはもう御霊セキュリティにしか見えなくなってきて、敵キャラである、悪霊みたいな、三つ首の悪霊、三つ首で手が6本ある悪霊とか出てくるんですけど、もうそれとかも御霊セキュリティのゾビロに見えてきてしまったりとかして、ちょっとギャグをやらない御霊セキュリティっていうのが、ちょっとなんか絵柄とか雰囲気も込みで、私の中で、しっくりきすぎてしまった感があったりしました。はい。そんな感じの、霊媒師の心理学の、感想でありました。作者は22歳。新しい時代始まっています。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。